え皆さん、私どもの企画に参画いただきまして、誠にありがとうございました。あ本日は、あ米田先生の基調講演に始まり、私ども防災学術連携隊のメンバーのーいくつかの学会の皆様からご講演をいただきました。具体的には、日本気象学会様、砂防学会様、日本建築学会様、 えー、農業農村工学会様、日本自然災害学会様であります。えー、今年は2022年ですけど、来年2023年は関東大震災から100年の年となります。で今、私たちの国、日本は首都直下地震ですとか、あるいは南海トラフ地震などの巨大地震災害、さらには危 地球温暖化に伴う気象災害の激甚化ですとか、あるいは高頻,高頻度化とか、こういったことが叫ばれておりますし、これらがカップリングされた複合災害、こういったものの危険性も高まっております。えー、気象公園では米田先生からあ新しい時代の話がありましたけど、おそもそも 我々人間があこれだけ発展してきたのは、えー、お互いに作るという意味での競争、それから交易、これによって技術を発展させ、えー、単位面積あたりで収穫できる食べ物の量を増やし、そうすると、まあ、子どもを育てることができるということになりまして、えー、人口密度の高い地域を広げることができたとで。これはあるところまではあ、その地域の人々のパワーと。 なったわけですがこれがどん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 広がっていくとあるところから反転しまして、えー、例えば災害とかあるいは疫病なんかに対しては弱い環境を、えー、同時に、えーまあ、内包してしまうということになるわけなんですね。で、えーまあ、先進国などではこれをインフラを整備することによってなんとか改善するとか是正、えー、するとかっていうふうにしてきたわけですけれども。 これも今の我が国に関して申し上げると少子高齢、人口減少ですとかあるいは財政的な制約等々で難しい状況になってきているわけです。で、こうなってきますと今までの考え方とちょっと発想を変えた、えー、対応の仕方が求められるわけであります。で、えー、今まで自助、共助、公助の控除を主体としてやってきた防災も その控除のめびりムをどうやって、えー、補うかって考えれば、自助と共助で補うしかない、その場合には、えー、個人、法人のよ,よき心、両親に訴えかけてきたような防災だけでは、もはや限界なので、これが適切に、えーまあ、仕事になるっていうような環境を作らなきゃいけないし、対策を取っている皆様のおーに対してコストではなくて、 バリューになるような防災対策を考えなきゃいけないし、時間や空間的に非常に限定的な災害にだけ活用される対策に大きなお金を入れるってことも難しいので、有事、平時というわけないような、もっと言い方を変えれば、平時のクオリティオブライフを高めるのが防災対策の主目的で、それがそのまま災害時にも有効活用できるんだというようなフェーズフリー防災というような考え方も 必要になってくるんだと思います。で、さて、こういうことを考えていく上では、やっぱりベースには、えー、学術的な知見が必要でして、そこで今日のこの企画のタイトルにもなっている、えー、防災科学の果たす役割がいかに重要かということになってくるんだと思うんですね。で、そこでひるがえって、そもそもこの防災学術連携体がなぜできたのかということを考えますと言うと、 東日本大震災でのさまざまな災害を反省する際に私たちが、えー、痛感したのは、まあ、他の分野でもそうですけど学術は分野を狭めて、えー、深掘りすると狭めることによって深掘りがしやすくなるんですけどで一方でその深掘りした一つ一つの分野の間に取り残されてしまった、えー、課題がありそれがお互いにきっと他の人たちがやってくれるんじゃないかと。 思ってはいたんだけど、実はそれが取り残されていて、そこが問題のきっかけになって、それがどん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 連鎖して大きな災害になってしまい、それを私たちは、えー、予想していなかった災害っていうような呼び方をしたわけだけど、それは正しい姿ではなかったということなんですね。もっと全体を俯瞰して、えー、全体として弱い部分をちゃんとみんなで取り組みましょうということが必要になったわけです。 それがそもそもこの団体ができた経緯にもなっているわけです。で、その際に私たちがお互いに言い合ったことは、まず自分たちの知見、技術、これに対して盲信するのはやめようということだったはずです。それから、あとは自然に対して、畏敬の念といいますか、謙虚さを失ってはいけないよねということをお互いに 言い合って、この団体を設立しつつしたわけです。で、これらのことを、今日皆様のご発表を聞きながら、私は思い,出し思い出しておりました。で、こういうことを、今後も私たちは続けていきたいと思いますし、ぜひ皆様もですね、こういった機会があった場合には、積極的にご参画いただきたいと思います。今日は皆さんに参画いただきまして、本当にありがとうございました。 それからご発表いただきました皆様に感謝して、私の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。